ユニチャーム株式会社は、生理用品、紙おむつなどの衛生用品の大手メーカーである。緑会の会員企業であり、3話グループに属している。ベビーケア、フェミニンケア、ヘルスケア関連製品で、アジア1位のシェアを誇る。海外売上比率は6割を超える。タンポンやナプキンなどの生理用品や紙おむつで、日本国内のトップシェアを誇る。 アジア各国へも進出している。生産は子会社が担当している。ベビー用品は成長が鈍化しつつあるが、介護用の成人用おむつやペット関連事業が成長している。2006年7月にエフテシ政堂の生理用品事業を買収。資生堂とはその他の分野でも戦略的提携を目指しているとされる。2006年3月期の連結売上構成は、 ベビーケア関連製品40.4%、フェミニンケア関連製品22%、その他22.2%、ペット関連11.2%、その他4.1%となっている。旧社名は、体制加工。社名の由来は、大きな成長と成功を願い、体制、社会が必要とする製品を世に出す会社に化ける意味を、米、加工。もともと建材メーカーであった。 2002年限りで、健在事業からは撤退している。バブル期の1988年、香川県綾郡歌郡宇多津町にゴールドタワーを建設したことで知られるが、2001年9月に運営から撤退している。かつては、ほとんどの同社のおむつにディズニーキャラクターを起用してたが、現在は、マミーポコはドラえもんデザインに変更され、それ以外の製品にはオリジナルデザインとなっている。 現在のロゴマークはチャームリングを元としたロゴである。2016年秋に社名ロゴがマイナーチェンジされ、英字表記の社名ロゴのみだったのを、金表記の社名ロゴとの併記に改め、英字表記の社名ロゴと金表記の社名ロゴの間に個線を加えたロゴデザインとなった。製品パッケージへは、すでに金表記との併記が行われているライフリーを含め新製品、 改良品、限定品を中心に、順次振動語表記に移行されている。2017年に入り、CM や提供番組のクレジット表示も、マイナーチェンジ後のロゴ表記となっている。現在過去インは提供クレジット非表示の番組。ありがとうございます。